よかったらいっぱいコメントしてくれたら嬉しいです。あ、ばんばや聞いてくれてありがとう。さっきスイちゃん歌ってたね。で、スイちゃんのさ、聞いてて、あたしばんぱいや、いいの吸っちゃっていいのってとこ。ちょっとね、あって、あって切れるのがね、可愛いなと思ってた。あたしばんぱいや、いいの吸っちゃっていいの。でも私びっくりしたんだよね。スイちゃんがさ、アシュラちゃんってドクター X 見てるから知ってるんだけどさ、ねえ、あんた買っちゃいなーいってやつ。あれさ、高いって言っててさ、え、それ高いの？って、私低いと思ってたんだかと思って。そう、で、逆になんかさ、よくみんながさ、私歌枠の時にさ、ね、スイちゃんの歌歌ってよって言われたらさ、スイちゃんの歌低くて歌えるのだかと思って。で、スイちゃんが、スマイル&ゴーを歌った日には、私もスイちゃんの曲ちょっと一曲覚えるわ。同じようにこう、圧かけていく。スイちゃんが頑張って私の歌歌ってくれた時には、私もスイちゃんの曲を頑張って歌ってみようと思う。え、でもね、何かな、でもスイちゃんは結構いい曲歌うからね、私が歌えんだけで。そう。でもスイちゃんのシンデレラとかも結構さ、かっこかわいいみたいなシンデレラもなんか、逆に結婚してくださいみたいになっちゃうよね。なんか王子様を探すっていうかもう、いや結婚してくださいお願いします、こっちからお願いしますみたいな感じ。今日の、そう、歌枠聞いてたけどね、なんか普段あんまりなんか聞けないやつが聞けてちょっとね嬉しくなりました。彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星だよー。スイちゃんは今日も可愛い。今日声めっちゃハスキーでもさ、スイちゃんの声を出せないんだな。スイちゃんの声のなんかチューニングが分かんないね。これぐらい。スイちゃんもっと低いな。すい、ほんやってー。どっちかっていうと、とわちゃんぐらいのトーンになっちゃった。冷たいな、春を残念な私、困っちゃって、いやいや、気分ないの前髪が怒っちゃって、ひら